この時間、伊藤さんに北が外貨を狙って中国に漁業権売却。こちらについて話を聞きます。国連安全保障理事会経済制裁下で外貨獲得に苦しむ北朝鮮にとって、中国漁船への漁業権の売却。これが貴重な外貨獲得源となっていることが、対北朝鮮制裁決議の履行を監視する北朝鮮制裁委員会の専門家パネル。この年次報告書で明らかとなりました。 え、中朝の国境地帯のですね、中国側の複数の漁業関係者が、読売新聞の取材に、漁業権の売却が制裁対象と明記された2017年、おととしですよね、の12月以降も売買横行していると証言しています。漁業権売却で外貨獲得を図る北朝鮮と、漁場を拡大できる中国の漁業者の思惑の一致、これが背景にあります。北朝鮮が漁業権中国に売っていると ということが明らかになったこれですが伊藤さんはこれどう受け止めてらっしゃいますかこれもともとだからこの2017年に制裁対象になるんですけど、はい、その前の年なんかですね、はい、1500隻に売ってたっていうことで。はあ これ、韓国の国連、あの、国会で報告されてるんですよ。はい。で、それで32億を稼いだと。えー、それが、だから、2016年の時で3倍に増えたっていう。えー、はい。だったんですね。ええー。それで、まあ、こういう制裁。制裁をかけた。たんですええー。で、でも今回ので、ええー、去年1年間でさらに15隻が買ったっていうのが今回の報告なんですね。えー、えー。これ、要するにその、漁業者が勝手に買ってるんですよ。 はあ、国がやらせるというよりも、はい、これをちゃんと中国政府取り締まるよっていう,、はい、いう議論なんですよ、これは。うけど、えー、まあ 甘いんじゃないかな<ー>っていう話です、ね、そういうことなんですね。はいはい、で、中国漁船の中にはですね。北朝鮮の国旗を掲げて、北朝鮮の漁船に見せかける。この偽装工作を行っていたケースもあったとで、その中国漁船が北朝鮮周辺の海域で操業する際にですね。北朝鮮漁船は自分の海域自国の海域から追い出されていると、こういう見方もあります。そのために追い出された北朝鮮の漁船が日本の排他的経済水域 ez。E、って言います ますえ、ここまで出て、違法操業をするようになったとも言われてるんですが、本当のところこれどうなんですかね。う、あ,あると思いますよ、ね。ありますか。まさにこの、大和隊に来たりして、はいえー、今回の。あの、よくお魚が取れるという大和隊ですねはい、はい。結構あのそれで 動けなくなって、助けてもらうとかうあるじゃないですか。あれ、あれに繋がってるんだと思いますよ。となると、やはり今までだったら、その自国のところで取ってたものが、はい、そこを売っちゃったから、はいえー、なので。追い、えー、押し出されて、えー、日本側に来てるっていう関係性も、ね、ある。まあ、これはじゃあ,あ、事実ということなんですね。はい、一方、韓国がですね、南北協力事業で、石油製成品国連安保理に届け出ずにですね、北朝鮮に持ち込んで使っていたこと、 これも明らかとなっていますアンポリ決議北朝鮮への石油製製品移転を報告するよう国連加盟国に義務付けてますアンポリに年2回停止される専門家パネルの報告書韓国の制裁違反指摘するのこれ初めてなんですねこの韓国の動きです伊藤さんいかがですかまだ、あ、俺いよいよはい はいまあ、国連がこれ指摘したってことは、はい、韓国をいい加減にしなさいってことですよね。どうもこれ専門家パネルで揉めたらしいですもんね。これ発表するにあたって。どうなんですかはい。韓国側がや,やめてって言ったらしいですよ。でもやめてって言ってもあまりにひどいから。いからそのまま出してるんですよ。だからもう文政権の姿勢が如実に出てるっていうのを世界が非難してるってことだと思いますけどね。はいはあえー まあそんな中、2回目の米朝首脳会談準備するための実務協議が来週月曜ですね、南北軍事境界線のある板門店で開かれる予定なんですけれども、 まあ、この階段に変えめったのはどうなるんですかね、これね。そうですね。少なくとも前回は何をぶしで終わったわけです。今度ぐらいはちょっとその道筋ですよね。企画化に向けた道筋が見える形が出れば、まあ一つの一歩進むっていう形になるでしょうね。今回全くないですもんね。そうです。でもそれが本当に動くかな、かなってことですよね。動くのかどうか。トランプ頑張れって感じですけどね。はい。一応成果は分けないでしょうからね。 トランプ側としてもですね,ですね大統領側としてもですね